はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ロマンシングサガミンストレルソングリマスタード、第4週目ですね。今回はホークでやっていきたいと思います。海賊船レイディラック号の船長を務め、己の腕と運のみを頼りに生きてきた男というわけで、パイレーツコーストから始まります。俺はこれからアサシン最高奥義火死復活の技に挑戦する。この奥義を身につければアサシンギルド正統後継者として300年来耐えていたアサシンギルドの復活を宣言することができる。死者の王よ、我らが主あなた様の弟の復活にお力添えを。我が力はエロールの前では無に等しい。何ができようか。そうやってお逃げになるおつもりか。エロール神に目立たぬように動く策などいくらでもあるではありませんか。弟への疑問、エロールを出しに口へもないと言われては冥府の主として捨ておけぬな。煉獄に千年つながれし霊魂を解き放ってやろう。煉獄にて千年耐えたその魂、力になろう。ありがたきお申し出、霊魂の入れ物はこのしもべめが手配いたしましょう。さて、どう世を乱してくれるか楽しみですな。どうなったんだ。毒を煽って生き返るなんて無理なんじゃないか。何を言う。ダーク様ならば必ず火死復活の技身につけるはず。失敗だ。ダーク様、見ろ。成功だ。ダーク様、アサシンギルドの復活だ。ここはどこだ。今度もマルディアス。サンゴ海、その名の通り美しいサンゴの楽園だが、そこは海賊の楽園でもある。海賊船レイディラック。そして海賊キャプテンホークだ。野郎ども、行くぞ。お、敵がサンゴ海で、前回デスと戦ったんで、ダークのイベントが次のせいで週で発生したので、まあダークイベントも進めていこうかと思います。で、船があって、これなんだ、強制戦闘になるのか。行くぞ、ゲラハ。で、帝王の結構いろいろ覚えてんな。はい、キャプテン。で、あと今回はちょっとあんまり使ってなかった武器とかを使っていこうかなと思います。まあ、具体的には体術と、あと小型剣と棍棒系かな。なんかそこら辺集中的に使っていって、まあ、性能を見てみたいと思います。これは帝国兵だった今。違う、普通の商船ラインだ。かわいそうだが、しょうがない。戦闘になってしまったものは仕方がない。命ばかりはお助けを。
まあいいだろう、見逃してやろう。100円よし、引き上げだ。というわけで、どこ行けばいいんだこれ。で、洞窟へ来ました。なんか宝箱とか回収するのかな。なんかこれ、なんもねえんだけど、ここちょっとこっちの別の出入り口から出てみるか。3個階ここに出るやだけやんけ。お、帰りつコーストへ来れた。洞窟 C を抜けてきた感じですね。キャプテン、これから集会がありますね。ではその集会へ行きますか。金とかは引き継いでないので、詩人さんって仲間なのかな。私が語る。一応聞いとこう。いつもの猿類の話だと思うけど。まだ人やっとおいでなすったか。レイディ・ラップはのろまな船だからな。うるせえぞ、ブッチャ。さっさと始めろ、この野郎。今日の集まりはな、俺たちのこれからの方針を決めようっていうんだ。おお、まともな話し合いじゃねえか。海賊は舐められちゃおしめだ。襲った船の奴らは必ず皆殺しにするんだ。そんなことをしたら誰も珊瑚海を行き来しなくなると。そうなったら俺たちはおしまいだ。そうなったら海岸の町を襲えばいいんだよ。町の連中と戦争する気か。バカバカしい。うるせえやつだ。次だ。これからは帝国の軍艦ともやり合わなきゃならねえ。今までみたいにバラバラにやってたんじゃダメだ。このブッチャー様の命令で動くんだ。なんでてめえの指図に従わなきゃならねえんだ。俺たちは自由な海賊だ。誰にも命令はされねえ。貴様も話の分からねえやつだな。仕方がねえ。言っても分からねえやつには力ずくで分からせるしかねえな。決闘だ。いいだろう、返り討ちにしてやる。おお、望むところだ。場所はマスク島だ。というわけで、ここ取り残された奴らがいるけど、別に話せるわけではないの。で、マスク島に行きますか。ここでは詩人さんは仲間になんないかな。一挙なんなそうだね。あれ、こんなとこにダークがいる。俺は誰なんだ。おい、大丈夫か。どこか具合でも悪いのか。お前は俺を知っているのか。お前何言ってんだ。知るわけねえだろ。そうか、知らないのか。まあ一緒にお前といれば行きましょう。俺の記憶が戻るだろうか。で、ダークに関しては知力を上げていくか清さを上げていくかなんですけど、俺は誰だ、どっちがいいんだろう。じゃあちょっとダークに魔法を覚えさせたいんだけど、魔法っていうか術ね。幻術と闇なんてあるんだ。闇術なんて覚えてんの。ちょっと見てみよう。ダークスキル、もともと持ってるやつ何も覚えてねえじゃねえかよ。じゃあ攻撃を1個覚えさせるか。金がな、ウォーターガン、癒しの水、あ、ウィンドカッターも出しとく。こっちの方が軽そうだな。金がなくなった。お、マスク島に勝手に行った。シーデビルがいねえ。ぶっちゃ、おじけづいたか。キャプテン、船です。岬を回ってきます。怒りを上げろ。オールおろせ。全速で逃げるぞ。キャプテン、
どうしますか。あれは帝国の軍艦だ。ちなみに俺たちを帝国に売りやがった。うお、すげえ、アロレインだ。許さんぞ、撃っちゃえ。え、これでもう一回パイレーツコーストへ行くってこと？あ、これ帝国の船か。逃げられるか。俺の船さばきを見せてやる。逃げ切った。いや、まだ追っかけてきてんな。 C って確かここだった気がする。ここだね。ここは敵が出ないんで、そのままパイレーツコーストへ行きますか。うちゃ、人をはめてくれたな。貴様こそどの面下げてここへ戻ってきた。こいつを見ろ。誰だそいつは。しらじらしい。こいつは帝国のスパイ。貴様から情報を買っていたと吐いたぜ。ホークス、いやホークよ、あんたにはがっかりさせられたよ。マスク島での決闘をばらしてブッチャーを待ち伏せさせた。いくら憎くても仲直ったらおしまいだぜ。それはてめえがやったことだろうが。キャプテン、これは罠です。何を言っても無駄です。裏切り者を引き捕らえろ。縛り込んだ。うわ、超いっぱいいる。で、戦えば何かを思い出すのか。ダーク190万な人もいると部品とかだったら使えねえし。ちょっとまずあれだな、今 BP4 だからあと1あれば使えるか。それまでどうする。まあアンティークダーガーで攻撃するか。誰が誰だかわからん。大木弾が1か。BP5 になったら術を使っていくか。それまではちょっとアンティークダガーだな。え、待って待って、これ、ま、全員マジで。とりあえず逃げ切ろう。動こう。まず全然動けねえんだけど、どんだけいるんだよ。しかし俺の敵ではない。ダークが仲間になってるからね、戦力としてはかなりありがたい。ようやく逃げられた。めちゃくちゃ倒したんだけど。こいつらもかい。ほら行け。高速モードがあってマジ助かるわ。高速して覚えた。そうか、小型犬多分ゼロだからか。今何なんだそもそもダークって。さっき見たけどさ、アサシン現実と闇。あ、小型犬持ってるか。でもレベル1だからな。でもめちゃくちゃ時間進んでんだけど、戦闘しまくったから。では3、5回からウェイブ、これは自動で進んでます。海賊だ、追い払え。うわ、ダメだ、いら、お団子に回ろう。矢が刺さってる、船に。で、お団子に回ってあらしか。もう少しでゴドンだ。頑張れ、レイリー。今までありがとうよ、レイリーラック。静かに眠りな。で、ウェイプへ着きましたので、
とりあえずやることとしてはディアナを仲間にしたいんだよな。なんかウェイプに、あ、ここはゴドンゴか、ウェイプかゴドンゴにいたんだけど、あとじゃあついでに月子族解放イベントもやりますか。いた、ディアナちゃん。生き別れの弟を探しているのです。一緒に行きましょう。俺の名はキャプテンホーク。よろしくお願いします。で、ディアナ、ディアナやっぱ最初に持ってる剣の女王がまあいいよね。最初ね、最初にしては18なんで使いやすい。てかもう仲間完全にマックスだな。あ、そうか、シェリルも普通にいるんだ。話しかけとこう。あなたを見ると悲しい。いや絶対無理もうマジ初期状態だからまあ普通に来ますか。なんか覚えてくんないかな。我が名はディアナ、いざ参る。というわけでいきましょう。シャドーボード336強い。いやいやいや、やめてくれ。683、何回攻撃してくんだよ。何も太刀打ちできない。このまま死に行くのか。やはり思い出せ。さあ指輪を渡しなさい。ダイヤモンドゲット。あ、ジュエルもゲットした。やったぜ。では、で、待って待って、どういう状況今。 LP はまあ減ってるか、まあ大丈夫っしょ。武器屋行って、いらっしゃいませ。まあ所詮こいつらは雑魚でしょう。ディアナはまあ1か、まだこれヘアブサギミくらいはコストなしで使いたいな。海賊が分かんない、味方なのか敵なのか。あ、敵強くね。敵の海賊意外に強いぞ。ブレードロール使おう。技だけは引き継いでやる。行け通行に。人間にも少しは信じられるものがいるな。よし、金380円。キャプテンシルバーの財宝について何か知ってるかい？シルバーという海賊が奪った財宝の隠し場所を探しにジャングルにやってきたという。シルバーはジャングルに詳しい月子族の若者を雇い、都合のいい洞窟を探させたという。選んだ洞窟に手下たちが財宝を運び込んだという。シルバーは口封じに手下たちを皆殺しにしたという。え、そうなの？ただ案内の月子族だけが逃げ延びたという。その月子族は一枚の地図を残したという。これがその地図だ。お前たちに譲ろう。我らには無用のものだ。へえ、月子族の地図ゲットした。ありがとうよ。気をつけていけ。あまり欲張らぬことだ。これ見れんのか、月光族の地図。見れねえし。落書き、アイテム情報切り替え。ちょっと待って、見れん。まあいいや。ジャングルの中に古い神殿がある。その秘密を記した古文書を持っておるのだが、1万で買わんか。1万は高いよな。というわけでメルビルへ来ました。少しメルビルイベントやっておきましょう。仲間から、ちょっともうゲラハは用なしなんでさよなら。であと
今グレイとクロディアがいるんで海賊ももういらないっしょ。さよなら。でグレイとクロディアを仲間にします。この辺りはいらん。ちょっと話せん。でゴールドマイン襲撃事件をやっていきます。でシングルソードか。切り返しがいけんな。スプラッシュアローがいけるか。雑魚だな。おいお前たち泥棒だな。お前は海賊だろ。なんだお前は。さあこいつらもサクサクサクっといきましょう。あリキアもいけるか。いやつえダークがやられた。やるぞこいつら。てかブレードロールで一掃しよう。どんどん使っていっちゃおう。別に宿屋で寝れば関係ないからね強心剣。リキアしか使えん。やばい死ぬ。衝突剣があったら確実に死ぬ。何この泥棒。やる早い。敵は撃つわ。強かった。泥棒イエーイ金ゲット。2500円か。結構もらえんな。娘さんのことだが。で変身事件もやります。でこいつらもうちょっといっぱいいるな。で現実覚えたけど使えねえ。結局5必要なのか。現実単品で上げてくればよかったな。じゃあしょうがない。衝突剣全力でいこう。でグレー初期 BP が高いのか。初期 BP が高いキャラは最初は使いやすいな。クイックチェッカーがいけるか。デタラヤメアとクイックチェッカーだったらどっちがいい。クイックチェッカーだと2だな。こっちにしよう。ベイやべスタンするんだよな。カットイン。ハヤブサピック。強心強い。ピンを先に使われるのがマジで厄介。先行できるハヤブサ斬りとかでいいね。おおハヤブサ斬りでクイックも先行できるのかな。59円金は必要だからな。で金もらっとこう。2000円。では下がってよいぞ。で恐竜の卵は回収しておきましょう。じゃあちょっと今回結構の騎士を使っていきましょう。体術スキルがあってかつですね結構の騎士は竹リフレクトがあれなんですよ。カウンターなんですよ。月光の騎士カウンターの成功率が上がるということで、まあ、体術に合ってるんで今回月光の騎士に名乗ってなかったわ。認定してもらおう。 OK。 じゃあいつも通りタイニーフェザーの羽を取りに来たんですけれども、ここに宝箱があって鍵がかかってて開けてでロザリアサーベル。ここは固定なんでローザリアサーベル初期状態でローザリアサーベルはかなり強いんで、まあ、取っておくのはおすすめですと。じゃあタイニーフェザーの羽ゲット。金金金騎士として恥ずかしくないのか。で仲間いっぱいいるんでマイルしっかりしろ。もう一頑張りだぞ。もう一頑張りってこれ入ったばっかじゃねえかよ。入り口だぞここ助けてやるかって言っても。私は今この人数で戦っても騎士たちの手本にはならない。君の行為だけは受け取っておこう。先行きましょう。こいつらほっとこう。てめえがモンスターたちのリーダーか。見覚えのないやつだがそんなことはどうでもいい。さて体術ですけど今のところこんだけ覚えてで、ま、LP 使う技までは覚えてないんで
まあ、BP があれば大丈夫っていう感じかな。スピアが多分強い。あ、サブミッション覚えてんじゃん。サブミッションってディフェンスタイプなんだ。まあいいや、アタックタイプでいこう。でダークは未だにちょっと生命波動しか使えないん で衝突剣の強振剣使っていこう。でさっき手に入れたローザリアサーベル装備させてます。でデタラミアがいいかな、敵がいっぱいいるんで。強撃倒れんだよスピア。よし、うわーやられた、強っ。で毛先切りでいくか。で生命波動の強振のデタラメスタンしちゃった。オッケー、いやマジ強いわ。どうだ、君たちに先を越されてしまったか。しょうがないだろ、私が役に立たないばかりにすみません。そうだな、君たちの働きは評価しているよ。しかしもう帰ってくれたまえ。千金ゲット、ありがとうございますっていう感じです。じゃあウコム様イベントですね。相変わらず変わらずなのでスピアので生命波動を打って、でハンガーを買いました。小型剣、性能は25、まあ、すごい強いかって言われるとそうでもないんだけど、30ないから。でも見せ買いでできるのが多分これ最高なんだよね。でローザリアサーベルからの、まあ、またデタラメアでいいでしょう。カウンターした、いいね、初めて見た気がする。カウンターデタラメ波動強振でパンチアウトでもしときますか。でハヤブサリアで強振の、あとは力や終わりだ。なんだ遊びが出るぞ。いいね、私の役目も終わりました。さよなら。ここは金もらえないのか。そうだ、毎回言ってる気がすんな。マリンが金なんて持ってるはずがない。俺には思う人がいたんだ。でもダークイベントが始まった。打ち明けることができなかった。言葉にしてしまうと全てが壊れてしまいそうだったから。見かけによらずウブなやつだな。で任務像更新の俺は誰だも更新。ジャングルの中に、じゃあ1万円持ってるんで1万円でキャウか。キャウ古文書ゲット。読めねえよ。で今の状況でもそろそろ皇帝の奇病が始まるんだよね、進行度的に。たださ、このパラメーターだからね、皇帝の奇病無理だよね。一応アイテム的にはあの引き継いではいるんだけど使ってないんですよ。戦闘弓は買った。でオールイベントも終わったんで一応オールの杖とか装備してるんだけど、術師はだいたい明治スタッフ装備させて知力上げてるんだけどそれもないんで、この状況でまずあのミニオンが倒せないと思うんだよね。なのでまあ古文書イベントはジュエルがもらえるんでそれは進めていきますか。いや一応来たけどさ、昔の神殿か何かか倒せる気はしないんだよね全く。宝箱はまあ回収しておこう。250円、来た。アルウィー様のためにシンボルを集めていただいて感謝します。来い。一応体術でいくからパンチアウトを連続していく方がいいんだよな。で一人だから生命ハードでいこう。でロザリアサーベルは強振剣で戦闘弓に切り替えたからな、力矢をずっと使っていく感じだな。でハンガーはあトロイメライいけるか。トロイメライ撃とう。よかったね。いや不利だよ。ミス。ダイヤモンド飛びしてるからか。強振剣がどんだけ入るからなこれ。とはいえやっぱり蘇らせよちゃんと。2回行動くらいか多分。
どうせ一発食らったら死ぬから、一人一回だな。ハヤブサが2で1弾とか。おお、いいね。ダイヤモンドがあるからまだなんとかなってる。そんな感じだ。でグレイが強心剣がもうさすがに使えないから切り返して一旦我慢して、2人落ちたらアッセルエンハンスとか。ただ全員攻撃可能だったな。これでフォークも攻撃に入るか。ここもスピアでいこう。で生命波動を強心剣打てんな。で力や衝突がいける。無足ヘルファイア、マシンけどしょうがない。グレイが落ちたか。全体攻撃がないのがまあまあまあの救いだな。スペルアイナンスは打ってくれるだけありがたいな。別に一発で落ちるから。そもそもでここはもうまた攻撃に入ろう。強振が毎回打てるわけじゃないのがきついな。スイングだった。嫌なマシンだ。連携677かなり強いな。やはりミニオン。カブト割り、いや強振だな。強振の方が BP 少ないし。そもそもじゃあ2人落ちた。2人落ちるとマジできつい。で衝突、先に動かれるからな。どうするこれ。置き回復しておくべきか。あ、ちょ待って待って待って、誰回復してんの。これがホークでしょ。で力やグレー読み返しとこう。スクレーハンス使って無理だ。やばい、倒した。一応なんとか倒したな。ただ中行くのがきそうだな。これまたまあ行くだけ行くか。ガチャガチャ。じゃあ最欲ですね。月の神殿。私に近づくことができるならば、お前をディスティニーストーンの守護者として認めよう。これミニオン倒せる実力があればどうなんだろう、いけんのかな。でもだいぶ戦闘したからね、めちゃくちゃ時間経ったけど。サブミッションで腕力下げておこう一応。で生命波動でしょ、で強振でしょ、力矢でいって、まあ、トロイ未来だな。霊気弾2発だったらなんとかなる。いくつだった、1000くらい。でこれを基本に持っていこう。癒しの水は常にかけておきたい気がする。ダークは回復に入ろう。で強振とスリーピートが4回復の4か1ずつ貯めていこう。で遠い未来がちょっともう打てなくなるな。衝突剣が3の2か1ずつ貯まっていく感じか。遠い未来打てるんだったら遠い未来打とう。飛びかかりで終わってくれ。攻撃か。お、いいねいいねいいね。ちょっとホーク一回回復させて自分を。で生命波動打ちながら強心剣の3ピートだったらちょっと一回プラズマが打てるまでは力矢で頑張ろう。でトロイペライがあと6回打ったらこれぶっ壊れっけど、まあぶっ壊れる直前まではいくか。強いからねやっぱり普通に。スクラッチブローが2回か。よし1400で回復ディアナ。んダークも食らったからか。自分を回復しよう。火力の高い人で攻撃はする。うわ、止めないが打てない。ってことはハヤブサギリ1回ためよう。霊気弾は2回。3回、マジかよ。倒れた。しかし蘇れ。クラムショット700か。フォークどうしようかな。1回攻撃するサブミッションで回復はディアナ。クローディアも減ってんのか。ちょっ
と癒しの水でクロディアを回復させよう。これが2回で作れればいいんだけど、3回来たか。倒した。割と楽勝だったな。さあこれでムーンストーンをゲットしたんですけれども、だいぶ時間が経ったからね。めちゃくちゃ戦闘したから、この中で。でも戦闘を重ねていかないと多分こいつには勝てないんだよな。時間は10、20、30、40、50、60% か。まあまあまあ、よし。じゃあここは防具をもらっておきましょう。あら、メルビラーナ持ってないかな。では下がってよいぞ。というわけで皇帝の奇病が終了、無事できて、もう霊獣石取ったの全部装備したからね。で、手に入れたのがアラメルビラーナ。あ、強えわ。雷に弱いのか。フィールドスーツ、フィールドアーマーのなんかちょっと強い版かな。まあいいか。というところで、じゃあ今回はここで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価していただければ幸いです。